あ、あれマスクのマスクも持ってなかった。ダーニング。うん。なんか影響あるんで。行きましょうか。絶対ジャンプしないでね。今日でも15秒から18秒、うん、優しい甘さです。朝日が綺麗だね、うん、初めてだからなんかドキドキしちゃうね。チェックインして手荷物預けて来る時の格好なんか言っていただいて、はい、あんなにかもわからなくて。爆弾を持ってまいります。爆弾のサウンドを収めてください。あれだ。じゃあ、あの飛行機だ。あ、こっちか。入り口こっちでしたね。こっち側に座ります、こちら。初めてです。初の、うん、うわ、ひんやりする、ひんやりします。じゃあ、ちょっとどこで降りました。20系です。家で来そこないかな。ありがとうございます。おはようございます。満席です。前から見た方がいいよ。見たことないでしょ。さて、コモイモン君、出発だね。ところで、今回の宮古島ですが、アナキャンペーンチケット発売当日にチアちゃんがボソッと、格安チケット出てるよ。この一言で決まりました。まだ寒い北海道はやめて、ダメ元で宮古島を選択。これが今回の旅行になります。残念でした。苦労はなければ。ここでお留守番のモイモイに代わってコモイモイの出番です。こんな遊びをしていると、そろそろ宮古島に近づいてきました。外の天気はどうなんでしょう。残念ながら雲が広がっていました。大神島が見えてきました。意外に言いにくいな、大神島。それと奥には池間島、池間大橋になります。そろそろ着陸、伊良部大橋が見えました。でも最近多い録画の取り損ね、なので着陸も取り損ねてしまいました。ご案内いたします。飛行機は間もなく停止しますが。お待たせしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。暖かいね、やっぱり。暖かいよ。暖かい、暖かい。あ、あれマスクも持ってなかった。あ、マモル君いなくなっちゃった、そこに。マモル君いなくなっちゃったぞ。さあ、レンタカーを借りに向かいましょう。そして、まず向かったのが宮古島警察署になります。おっと、ここに来た目的は
事件や事故ではありません。ドローンの空撮の申告です。まあ後で分かったのですが、電話で大丈夫だったみたいですね。そしてマモル君とマルカちゃんとの記念撮影、プケイさんありがとうございましたと申告を終えてお昼ご飯へ向かいましょう。ここはステーキハウスレストランジャンジャンになります。前回逃したランチタイムをいただきたいと思います。案内されたテーブルは前回と同じ窓際の席になります。ここでいただくのはもちろん宮古牛ハンバーグ、そしてランチタイムなのでセルフサービスになります。もちろんサラダバーはおかわり自由、ご飯も自由です。パンもおかわり自由でしたね。そしてスープはクラブチャウダー、もちろんおかわり自由になります。ここでこのお店の売りの一つだったウサギさん、前回はいたのですが今回はいません。どっか別の施設に移ったらしいです。でも記憶が曖昧であまり覚えていません。さて食事、ここも動画を撮り損ねてしまいました。なので写真のみです。ハンバーグ、お年寄りにはいいですね。ごちそうさまでした。食事を終え次に向かったのは中張鍾乳洞です。ここはおそらくカーナビでは検索できないかもしれませんね。 Google 先生でないとたどり着くのは難しいかもしれません。ちょっと探検家気分、中張り、中張りしまう。こんにちは。あ、こんにちは。はい、こんにちは、どうぞ。お席 OK。 はい、お二人ですか。はい、お一人600円になります。はい、これどうやって見つけたんですか、この怪しい商品。ネットで。ネットですか。YouTube だな。結構宮古の YouTube 見てたんで、あ、そうですか。その時におそらく発見したのではないかと。結構初めてですか。初めてです。晴れてよかったですね。結構雨多いんですよこの時期。あ、そうですよね、うん、1月2月は、はい、行きますね。これ、はい、この鍾乳洞の断面図になります。これこの建物の現在地、地上から約15メートル下、この真下が鍾乳洞です、はい、この下にこの階段から行きます、はい、それがこの階段ですね、はい、階段を降り切って一番奥が地上で行くと、この真下を通って駐車場の下を通ってって感じが伸びています。一番奥、距離にして約100メートル、なので15メートル降りて横穴で100メートル、はい、というのがこの鍾乳洞の見学会です、はい、でこの鍾乳洞の最大の特徴、階段を降り切ったところに緑の空間があって、鍾乳洞の中に植物があるという、これがもう珍しい景観ですね、はい、これとても人気な場所ですね。この空間を降りていくと洞内の入り口、ここからが入り口、これ入ってきます。入っていくとこうやって洞内ですね、中も広くて平均幅が8メートル、平均高さが8メートル、なので狭いという感じはないと思います、はい、でどんどん進んでちょっと登ったとこ60メートル付近高い天井がドンってきます、はい、で高くなるので岩盤がこうやって薄くなるんですね、うんうん、これちょうど駐車場の真ん中くらい、はい、なので駐車場の上ですね、はい、あの岩盤薄い場所なので、はい、帰り危ないんでね、絶対邪魔しないでねそれは初めて聞いたありがとうねでも高い天井出てきて、こう登って今度下っていく感じになります、はい、で70メートル付近にちょっと細いカーブになったそばに石がくっつきそうな場所が出てきます、はい、この石左手にして壁の右上、同じように案内出てますから、はい、一箇所だけライトアップされている観音様みたいな石が番号3で振ってあります、はい、でここはね、もともと右岸中といって、右岸というのは右岸もって意味です、縁故で昔から拝まれている右岸中になります、俗にパワースポットですね、もしよければ見てみてください、はい、あとはもう一番奥100メートル付近分かるようになってますから、折り返してこの階段から上がるって感じです、はい、行って戻ってくるのに最長で20分程度。オーナーさんの軽快な説明、楽しかったのでノーカットで使っちゃいました。気をつけてください。はい、行きます。こんなとこですね。怖いぞ怖いぞ。あ、すごい怪しげ。怖いです。よいしょ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 、気をつけてね。個人で所有の鍾乳洞ですが、雨よけの天井、手すりもしっかり設置されています。結構急な階段なので気をつけてみましょう。あ本当だ、すごい茂ってる。こんな感じです。ひんやりします。
説明にあった階段下の広場ですね。ゆきちゃん、他にお客さんもいなく貸し切り状態なのでドローン行きたいと思います。ここで残念ながら GPS を拾わず高度制限がかかってしまいました。解除の仕方があるのか後で調べてみましょう。仕方ないのでこのまま飛ばしたいと思います。そうそう、ここはサトウキビ畑の下にある鍾乳洞になります。入り口の開けた場所は天井が10万年前に崩落してできた地形、下地島の通り池と同様の陥没ドリーネという地形になるらしいです。天井が抜けているので昼間は日差しが差し込んで明るい洞窟になります。そして個人所有なのでこの広場でイベントも行われるとか行われないとか、本当にぽっかり空いた空間に植物が生い茂っていました。機会があれば高度制限を解除してもうちょっと上から飛ばしたいですね。探検隊スタートです。スタート。ここ危ないよ、気をつけてね。暗いですね、暗いですね。頭上注意です。頭上注意です。すごいな、でもなかなか中原鍾乳洞、ここ一番高いところ、ここの上が駐車場捨てたよね。うん、一番高いところで、ジャンプしないでくれっていう。ジャンプしないでくれ。もうこれが神聖な場所なんじゃない？なんか、もやってるよ。もやってる、もやってる。あ、ここはだ。こっちだ、こっちだ。こっちの方が高い。暗くて見えないけど。すごい湿度。ね。湿度がすごいです。メガネが曇って見えません。あ、ここに地図がある。70メートル付近。もうなんかすごい怖いね。足元気をつけていきましょう。うん、あ、これだ。書いてある、なんか、あ、観音様みたいなやつ、うん、映ってるかな、暗くて。ヘロヘロ。これで100メートル。ここで止まり、行き止まり、立ち入り禁止。ここか、あの神聖な場所なんでしょ、確か。映んないね、映んないねって言ってた。神聖な場所で立ち入り禁止で、あの要は、何、グスグスじゃないや、ウタキみたいなもんじゃないの、うん、撮れねえんだろうな、うん、画像を明るくすると今度乱れちゃうしね。切りかじ結構ね、奥歯でしっかり噛まないと。奥歯で結構しっかり噛む。あ、甘い汁が出ますよ、うんうんうん、でこの汁を楽しむ感じで楽しんでもらって、あとも味なくなるので、繊維、これ繊維だけでって食べられないので、うんうんうん、これに食べかすはこれにぽいっていう感じですね。甘いでしょ。甘い、ちょうどいい甘さ、うん、そう、水分とね糖分が混ざった状態なので、うん、結構ねあれですよ、甘ったるい感じはないですよ。うん、
大丈夫ですか。どうで15度から18度、うん、優しい甘さです。うん、じゃあどうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。うん、いや本当美味しい。いい感じの甘さだよね。さあ次ですね。実は今回宮古守くん全制覇を計画しました。宮古島警察署に続き2カ所目です。果たしてこの後の守くん計画の行方はどうなるのでしょうか。さて拓真くんに挨拶を済ませ久里浜大橋です。でも綺麗ね、高い荒いんだ。今回は残念な曇り空ですが、やはりそれでも素敵です。まあでも池間の方が多いよね。そうそうそう、色が違うね。池間の色がブルーしてるよね。と今回はここまで。この後は常山公園からお宿の方へ向かいたいと思います。鍵下、鍵下、はい、中に入ってください。これで朝食つけたら文句ないもんね。取れてなかった。あらば、素敵ですね。